はい、パエリアできました。ダッチオーブンで、はい、はい、こんな感じです。おーい、うまそう。先にこの中にオリーブ入れて、ニンニク炒めて、鶏肉炒めて、ナス炒めて、米入れて、で、それであの海鮮をちょろっとチキンコンソメ入れて、で、あとあの塩コショウだで炒めて、で米入れて水、はい、であと以上みたいな。でちょっとでサフランもいいな。サフランがなんか高かったから、ね、黄色いもんね。高かったからターメリック入れた。なんか実はターメリックなのこれ。サフランってなんかね、ちょっと匂いがするけど味は関係ねえっていうから、うん、高いんだよねあれ。はい、じゃあ、はい、じゃあどうぞ。お、まあまああるなこれ。まあまああるな。はいはいはい。はい、皆さん、はいはい。皆さん、はい。はいはい。はいはい、どうぞ。うまそう。はいはい、どうぞ。どうぞ。お、なんかもっと焦げてるかと思ったら、まあ、そう、大体庫内は200度ぐらいにしといて。めっちゃいい匂いする。ナイス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 
うまい。うまい。いただきまーす。あ、うまい。うん、うまい。うまい。うまい。全然いいね、これ。本当は何分？いや、あのね、うん、このオーブンの中でグリルの中だったから、うん、本当は火で何分やってたけど、うん、グリルの中だとちょっと火が弱いのよ、うん、その代わり庫内の温度が200度、うん、下からの温度がめっちゃパラパラで美味しいです。はい、うん、って感じなんで、うん、成功なんで、これからこのうち食べ放題で出ると思います。出ると思います。はい、成功でした。イエーイ。